ミキさんの場合には本当にカナダと日本を拠点にして世界中の先生に今教えてらっしゃるじゃない。アジアもそうだし、うん、アフリカも行ったりしてて、何かやっぱりその地域地域で違いのようなものは感じますか？どこの国に行っても初めて障害のある人を目にした時の子どもの反応って同じなんですよ。なんか指さしたりとか、こうなんかちょっと遠巻きに見られたりとか、全部同じなんですけど、その子たちが20年後30年後どんなに大人になるんだろうっていうか、その子たちの周りにいる大人とか、その子たちが育った環境とか文化によって障害のある人たちにすごく差別とか偏見を持った大人になってしまうか、全くそういう障害とかっていうのを気にせず、もう誰とでもこう分け隔てなく接することができる大人になれるかっていうのは、やっぱりその教育の力っていうのがものすごく大きいなというふうには感じています、うん。じゃあ最初はみんなこうリアクションとしては同じわけですね。こうやって指をさしたりとか、それがどう変わっていくんでしょうね、はい、何によってどう変わっていくんでしょう、日本でそういう場面、そのなんかあの人なんか車椅子乗ってるみたいなのを指さしてくるのって、大体就学前の幼稚園とか保育園に通ってるようなぐらいの子どもさんたちだと思うんですけど、日本でだとお母さんあれ何ってこう指さした時に、大体お母さんがこうそんなこと言っちゃダメよしとか言って、こうその場をなんか立ち去るみたいなパターンがすごく多いんですけど、見て見ぬふり見て見ぬふり。そうですね、なんかカナダに来てすごくびっくりしたことっていうのは、同じような場面に遭遇した時に、うん、保護者の方が私のところにいらして、時間があったらちょっとうちの子の質問答えてもらえませんかみたいな、車椅子の人に会うの初めてなんですけど、ちょっと質問させてもいいですかみたいに親が交渉しに来るんですよ。それが1回2回じゃなくて本当に何度もあって、だから本当なんかゾワゾワっとしちゃった今。そうなんですよ。なのでなんかその時に、うん、子供たちに、いろんな質問されるんですよ。こっちがすごく構えてるとどうでもいい、なんか好きな食べ物何とか、なんかそういうのを聞く人もいれば、車椅子と自転車ってどっちが速いのとか、ここまでどうやって来たのとか、トイレどうやって行くのとか、とにかくいろんな質問されるんですね。だけど最初に会った時にこうなんか機嫌な顔をして見てた子たちが、話ちょっとこう質問をして帰る時っていうのはこうハイタッチとかをして、じゃあねって別れられるんですよ、うん。そうするとそのなんかファーストインプレッションって言ったらいいですかね、なんかその障害のある人たちに会って質問はあったけども、なんかそこでその場で自分の中で解決ができると、なんかあんまりこうネガティブなイメージとか持たずに、その子たちは私と別れてくれたんじゃないのかなって、なんかカナダでそういうこうやり取りをしてる時っていうのを感じるんですけど、最初にお話ししたその日本の子供、その立ち去らお母さんと一緒に、あ、そんなの言っちゃダメよとかって言われた子は、お母さんに何も言われなかったとしても、お母さんじゃない場合もありますけど、でもなんかこう無意識のうちになんかタブー視してるというか、なんか聞いちゃいけないことみたいな感じで、無意識の教育なんですよね。教育って必ずしも先生が子供に教える、学校で教えることではなくて、私たちが普段子供たちの前で見せている言動だとか、そういうものも全部ふっくるめての教育になるんですけれども、なんかその子供たちってやっぱり親とか周りの大人がやってることをすごくよく見ていて、その大人たちが差別的なこう、ね、言動をしていると、あ、こういうもんなんだっていうふうに思って差別をしてしまったりとか、なんかそのあたりがすごく違うかなと。周りの大人が変わっていくと子供たちの反応ってコロッと変わっていくなというふうに思います。そうですね、それと同じように、その教育という言葉は子どもたちに向かってではなくて大人に対しても同じなんですよね。だからよく言われるのは、私も初めその障害者の、ね、取材をした時に、なんと同僚からね、あんたそんなもん取材してたらね、あんたも障害を負うようになるよって言われたの。へー
ひどいでしょ、時代がちょっと違ったっていうのもありますけど、ひどいでしょそれ。だってあなたそんなあの障害ある人見せ物にしてって言われたの私、ちょっと待ってって、それは番組にするってことは確かにある意味見せ物にするのかもしれないけれども、そうではなくて彼らが抱えている問題だとか、彼らがすごくこう積極的に社会の中であの生きていく姿っていうのはきっと何かを私たちは伝えられるんじゃないかと思って番組を作るわけじゃないですか、ね、どんな問題があるんだろうとかね、どうやってそれ解決していくんだろうとか、すごくいろいろ興味あるところがあったのに、でもそんなことやってるとあんただって将来障害を負うようになるよって言われた時でもびっくりしちゃって、もう本当にもでね、その時に思ったのは、おっしゃった子どもに対する教育というのはこれは大人に対しても同じだなと、障害を持っている方とお友達になると違う世界が見えてくるんですよね。私ずっとパラリンピックの取材している頃、それこそさっきの写真長野の頃ですけど、その私が最初に取材をしたのは1992年のバルセロナの頃なんですね。だからバルセロナアトランタ、バルセロナが1992年ですから、92年96年2000年とこう、そこに長野もあるんですけれど、続いてきた時にずっと車椅子の人の中にいると自分が立ってるのが妙な感じがするくらいそのぐらいそのなんていうか同化しちゃっていたのを覚えてるんですけれど、なんか見えるものが違ってくるっていうか、あ、ここはこういうふうに移動すればいいんだなとか、いろんなことが分かってくる。だから普段その車椅子の方とか、それから目に視覚障害のある方とかと接したことがない方でも、そういうお友達を作ると多分いろんなものが変わってくるんじゃないのかなと思いますよね。そうですね、まあ、あの当時っていうのはまだ取材をする方たちにもすごく色眼鏡があったというか、なんかこうはなんていうんですかね、こうためらいみたいなのもすごく被写体としても感じたことはあって、まあ、私はそんな全然注目される選手じゃなかったので、あんまりこう取材受けるっていうことはなかったんですけど、でもなんか障害のある部分というか、車椅子を一緒に取っても構いませんかとか、なんでこんな質問されるんだろうみたいな、そういうのもありましたね。